こんにちは、メッセージありがとうございます。今回ですね、本当申し訳ありません。マスクね、なくなっちゃったんですよ。お電話番号ちょっとなかったんで、後回しっていうかね、保留にさせていただいたんですけども、その間に、すいません、なくなってしまいましてね。で、今後もこういう企画やっていきますので、またお見かけになりましたら、どんどんお申し込みください。今回はね、すいません、今はないんですよ。また入荷あると思いますんで、その時プレゼントさせていただきます。その時にまたご応募ください。で、前回マスクが不足してた時に拝見して羨ましかったのですが、なるほどね、今は購入可能ですので、他に必要な方がいらっしゃったらそちらを優先していただいてということで、本当にありがとうございます。で、たくさん入れてしまい、イタリアまで行って貧乏になったと。イタリア行かれたんですね。あの頃はね、本当になんかその上り調子絶好調で、何一つ不安はなかったような気がします。でもイタリアの時はちょっとあれが遅れがあったんですかね。で、私はね、去年の今頃だったかな、ハワイにプレゼントでご招待いただいて、もうなんか曲まで作られてね、 CD まで、あんな絶好調だったんで、まあ何一つね、不安はないなと思いましたけども、リスクヘッジもしてました。そうなんですよ、何一つ不安はなくても待てよっていうふうに思う、ね、気持ちが、ね、常に必要なんですよね。ちょっと待ってくださいね、メッセージを私ね、今回初めてご連絡いただいたんですかね。なるほどね。何かね、お困りのことがありましたら、私でできることでしたら、いろいろとやらせていただきますので、またご相談ください。それではね、まああんまりいいことばかりではないですね、今年はね。特に今みたいな社会状況になってくると本当に窮屈になってきて、新しいチャンスも見つけにくくなります。でも必ずチャンスはあります。みんながないと思ってる時にあるんですよ。で、みんなが探してる時は結構ないんですよね。やっぱりこう、私のね、持論といいますか、やり方なんですけども、いつも逆張りなんですよね。安心している時に用心する、用心するべき時に大胆に行くみたいな感じでね、いつもそういう風にやっております。ちょっと余計なこと言いましたね。今回はマスクがお送りできずにすいませんでした。今後もなんかね、お役に立てるように発信の方していきますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。